こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はキングヌのボイです。一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はキングヌーですけど、2013年から活動しました。事務所はアイオラジャパンと、レーブルもアイオラジャパンです。はい、この曲の説明です。この曲は王様ランキングというアニメの主題歌でございます。ちねたさんがコメントをしましたけど、ギスギスした今の時代、とても必要な優しさと強さ、愛おしさと切なさがたっぷりと詰まったこの作品に参加してとても幸せですと言いました。ちねたさんが率いるクリエイティブレーブルペリメトロンのウスリンさんが、大人になっても変わらずなんてことないけど、昔の友達がこの MV 見ながら思い出せばいいなと思って、それで皆さんも昔の友達を思い出しながら見ましたらもっといいと思います。では行きまーす。지금뛰어오는장면있잖아요이게킹근의티네이저포레버의이부치상이뛰면서시작하고뛰면서노래부르는장면옷도똑같아요아진짜그런그오마정구나오마정게진짜많아요어쩐지난이음악들으면서티네이저가딱떠올랐었거든악당도애기들이야처음부터이렇게빵빵때리기가어지간한용기가아니거든요그거를뒤에서커버를다해야되니까요계속이렇게가는것도아마지루할거고계속너무떠있으면이걸왕국조절을해야되는데그자신감이죠이렇게처음부터뛰어도가능하다근데아무래도보컬이보통딴딴한목소리보다는조금야들야들한톤이있잖아그래서음악적으로초반에많이살려주는것같아안그러면초반에많이처지는것같으니까그런느낌이에요저도처음에듣고바이닐이라는노래를했거든요그노래가좀떠올랐던것같아요아마같은리듬베이스로갔어서그런지않나생각을좀했어요 저분홍색친구가저번킹근의슬럼버랜드에나오는빅슬럼버숨은그림찾기하듯이보는재미도있더라고요거기서무섭게눈빛돌아갖고에이러고있었는데 누가누군지알것같아 힌트도또있어요이라이상아역은옷에흰셔츠입은친구인데짜즈맞아요짜즈짜즈써있어요여러가지로재미를다복합을시켜놨구나음악만이아니라너무재밌더라고요보면진짜영상자체로도너무재밌고요근데이영상이그만화내용이랑약간또복합되게스토리가또짜여있는그런부분들이있잖아네아마도들어봐이구치상옷에이랑구라고써있는데밑에아마1이또있을거라고그거를읽으면이구치아이치이구치그게제일재밌었어요지금페이지진짜엄청나근데이런소리딱들으면킹구누라는느낌이확오지않아뭔가이거아마플랜저일텐데플랜저아와우소리들어서사이키델릭진짜그런거같아
でキングヌーの楽曲はなんていうかサウンド的にもコード進行的にもなんかちょっと難しい。でも今めちゃめちゃ売れてる理由っていうのがありまして、あのその中でもそういうアート的なコード進行とかあのエンジンメロの中でもちゃんとポピュラー的なちゃんとあの聞きやすいものっていうか人気になれるものが隠れてます。まあ、最初にそこにハマって、まあ、あの聞いてみたら他のアート的なところにもハマるんじゃないかなと思います。 MV の場面切り替えの時にいろんなジャンルを工夫してなんかアレンジしたのはイントロから始まるギターの、あのリズムノリとかスイングのもので、うん、あのストリングのバンバンバンっていうところは全部ディスコのもので、うん、多分最近いろんな音楽に使われてるなんかアレンジ奏法が入ってて、いや結構これはいいものだなと思いながら聞きました。여기는약간라틴느낌이나네기타라니라틴스윙이런거많이참아줘요아랜비도들어오고 저렇게다넣을수있는거는다만들수있어야되거든요아라틴도아마그냥진짜어지간한퀄리티로는좀쉽게만들수있으니까라틴적인요소를넣는거거든요가자저캐릭터만잘하는게어떤의미가있을까아이캐릭터만잘하는게빅슬럼버아까그나히어로저히어로도비행정에나왔던아졌어빅슬럼버만어른이돼있잖아그의미를마지막다음에또나오면재밌겠다 どうでしたか？なんか最後のキャラクターになんか自分らの心を入れたんじゃないかなと、なんか大人になった自分らの考えを MV に与えたじゃなかったかなと少し思いました。汚れた靴と足跡の歌詞があるんですけど、それがあるから未来がなんか明るい未来がありますよのメッセージがあって、やっぱり子供のアニメの曲的になんか本当にいい曲じゃないかな思いました。なんか常田さんが音楽だけではなくいろんなクリエイティブ的な作業もやってるのがなんか羨ましかったです。僕たちは音楽に集中するけど、なんか一緒に協力とか一緒にいろんな作業ができるグループとかがあればいいかなと思いました。映像のストーリーとかも全部すごい面白くて、音楽だけじゃなくて本当にいろんなものが楽しくて、音楽に合わせただけじゃなくて本当にそれぞれ芸術的なのが入ってるみたいな感じですごい面白いと思いました。やっぱり大人になってなんか純粋なことをちょっと忘れちゃうんですけれど、一番自分らしいのが純粋な子供の時のことじゃないかなと思いました。僕も同じ感じだったんですけど、やっぱり負けるも理由があるんだし、負けるの時でもストップしないでずっといける子供たちのピュアな心がなんか必要じゃないかな、メッセージを今キングさんがあげるんじゃないかな、それも僕も思いました。今日もいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。あ、ちなみに登録者5000人ありがとうございます。今週も見てくれてありがとうございます。